皆様こんにちは。本日の司会進行を務めますトヨタ自動車総務部の杉浦でございます。これより豊田喜一郎米国自動車殿堂入り記念式典を執り行います。トヨタ自動車の創業者である豊田喜一郎は、創業時の優れたビジョンや企業家精神などにより本年の米国自動車殿堂に選出され、殿堂入りを果たしました。本日はこの殿堂入りの機会に、豊田喜一郎をはじめ創業期を支えられたすべての方々に対し、受賞の報告とともに改めて感謝の意を示すべく本式典を開催させていただきました。また献花台前方のパネルには、1937年創業当時の名簿であります豊田関係各社員宿舎録より延べ847名の方々のお名前を記載しております。合わせて写真については、向かって右上の写真が1936年第1回販売店協議会、その左下の写真が1945年第1回競歩会総会、向かって左上の写真が創業時の役員、そしてその右下の写真が豊田自動織機自動車部のメンバーとなっております。それではまずはじめに、7月19日米国デトロイトでの米国自動車殿堂の受賞式に出席いたしました弊社会長内山田武氏より受賞式の様子について報告させていただきます。内山田会長、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今司会の方からご紹介ありましたけれども、トヨタ自動車を代表しまして、豊田喜一郎の自動車殿堂入りの式典に参加してまいりました。社長もですね、物理的に参加できなかったもんですから、ビデオメッセージで参加するということで一緒に参加してきました。まずはその社長のビデオメッセージも含めて、当日の受賞式の模様をですね、映像で見ていただきたいというふうに思います。To accept the award for Kiichiro Toyota, I am pleased to welcome to the stage Mr. Takashi Oshiyamada, the chairman of the Toyota Motor Corporation here in Detroit tonight. Our CEO, Akio Toyoda, is grandson of the Kiichiro. He couldn't be here physically today.But he asked me to share his feeling through a video message. So, please take a look. Big news for Toyota. Kiichiro Toyoda has been inducted to the Automotive Hall of Fame. I'm so grateful because America was my aspiration. Automobile, driving around the Motor City, what I saw there was the starting point of Toyota's foundation. You may be surprised to know that Toyota makes cars in America now. It is very impressive. I devoted my whole life to accomplishing made by the Japanese.But I could not imagine that one day someone could say, Toyota proudly made in America by Americans. Toyota must be supported by a huge number of American people, including team members, suppliers, dealers, and above all, US customers who support our brand and cars.Let me use this chance to thank all these people. By the way, who are you anyway? I'm Akio Toyoda, your grandson. Oh,
What do you do now? I work for an automobile company. I hope it's Toyota. Well, this was a surprise, wasn't it? But here's the thing. Our CEO was so happy and really wished that Kiichiro could have been here to thank you for this honor. So he made it happen. We believe that he laid important foundations for the industry. But unfortunately, he was never able to witness this success. And that is why we are so happy about this recognition, as you could see in our CEO's video. I appreciate everyone here for being with us to celebrate our founder. We are proud of him to be honored like this in the greatest automotive country in the world. Thank you very much. いかがでしたでしょうか。社長が一人二役で演じたあのビデオはもう会場でも拍手喝采でした。それと同時にですね、なんでこのタイミングで喜一郎が自動車殿堂入りしたのかというのがですね、誰かが推薦してくれたのかとかいろんな聞いたんですけども、この話そのものも非常に、印象的なんですけれども、推薦とかそういうのは全くなくてですね、実はこのオートモティブフォールフェイムの、フェイムフォールのですね、人たちが自分たちで誰を入れるかっていうのを選んでまして、で自動車業界の創設者とか、起業家の話題が出た時にですね、ミッシングピース、我々の忘れ物っていうことで、トヨタ喜一郎の、要するにトヨタの創業者っていう話が出たんだそうです。そして、本年の殿堂入りする人が約20人ぐらい候補者が選ばれて、このファンデーションの33名の、ボードメンバーの方がですね、それぞれ自分がふさわしいと思う方を 4、5 名選んで投票するというやり方なんだそうです。で、その33名のすべての方が、今年喜一郎に投票したということで、満場一致でですね、今年の殿堂入りに4人全部でいたんですが、その中の1人、自動車業界では1人だけ、あとはメディアの方と部品メーカーの方と販売店の方で、自動車メーカーは喜一郎という大変この選出のプロセスにも私は話を聞いて、感動いたしました。そして、ビデオにもありましたように、自分自身はかなり緊張して受賞のスピーチを喋ってたんですが、思ったんですね、今のトヨタっていうのは世界中の人、アメリカの人みんな知ってますが、80年前に日本の自動車産業とか日本の中のトヨタ自動車、そしてそれを作った喜一郎、こういうことをですね、知ってた人は、残念ながらほとんどいないんではないか。で、80年前の喜一郎がちょうどトヨタ自動車を作った頃の対世界の中でどんな位置づけだったのかというお話をさせていただきました。これは我々もしっかり認識した方が改めていいと思うんですけれども、当時日本は1930年頃でですね、年間のセンサー台数が2万台
まあ、これもほとんど GM とフォードが、まあ、組み立てで作っていると。でそれに対してアメリカは当時500万台というもうあの自動車が立派に産業として確立しているという中で、まあ、喜一郎は、単に自動車会社を作るだけではなくてですね、まあ、自動車を作るための、まあ、今日もお見えになってますが、部品事業も、皆さんと一緒にやって起こしていかなくちゃいけませんし、また作った車を売る販売ネットワーク、まあ、こういうものも当時はございませんから、まあ、こういうものも作っていかなくちゃいけない。まさによく言われるように単に車を作るということじゃなくて、当時の日本に自動車産業そのものを起こした。ちょうどそのスピーチをやっている中でですね、今愛知製鋼さんの中にある昔の試作工場ですね、当時の AA 型の試作車 A1 型を作ってた試作工場の写真も写させてもらいまして、今のベンチャーがよくガレージからスタートするというのと同じように、我々もそのこのちっちゃな小屋からトヨタ自動車っていうのはスタートしたんですという話をさせていただきました。そして最後にそういう我々の創業者であるその喜一郎の業績と喜一郎の思いを認めていただいたアメリカに本当に感謝をします。皆さんに認めていただいたことは我々自身ももちろん本人の喜一郎にとってもとっても誇りに思えることですというお話をさせていただきました。私自身改めてこの授賞式に参加して、そういう創業者の思いを今自分が自分事として行動に移しているのか、そしてまあこのトヨタおよびまあトヨタグループ、あるいはその販売店部品メーカーさん、まあ、ここでいうと巨峰会の皆さん、まあ、こういう皆さんが次の世代にこの事業をまあ継続的に成立させ発展してさせていくということを伝えていくということの大切さをですね、改めて知りました。私にとっても大変いい今回イベントに参加させていただいたなというふうに思います。ということで私のですね授賞式の報告を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、同じく授賞式に出席いたしました弊社専務役員ジェームス・レンツより報告いたします。レンツ専務役員、よろしくお願いいたします。こんにちは。Good afternoon. I was honored to be able to attend the Automotive Hall of Fame ceremony to witness the induction of Kichiro Toyota. At that event, over 650 people attended. That was a record for a Hall of Fame event, including other automakers, press, as well as suppliers.この度私は光栄なことに米国で行われました自動車殿堂授賞式に出席し、豊田喜一郎氏の殿堂入りに立ち会わせていただきました。自動車メーカー、サプライヤー、メディア等を含め参加者数は650人を超える新記録となりました。 To be inducted into the Hall of Fame is an incredible honor. Since its founding in 1939, less than 300 people have beenInducted into the Automotive Hall of Fame, so it's limited to truly those that have made a huge difference to the industry. And I would have to say it compares to the Beatles or Elvis Presley being inducted into the Rock and Roll Hall of Fame, or Hank Aaron and Babe Ruth being inducted into the Baseball Hall of Fame. Okay, 殿堂入りは非常に名誉なことです。1939年に設立されて以来、これまで殿堂入りを果たした方々は300人にも満たず、まさにグローバルな功績を達成した者にのみ与えられる栄誉と言えます。でこの殿堂といえばですね、分野は異なりますが、ロックンロール殿堂入りを果たしたビートルズやエルビス・プレスリー、そして野球の殿堂入りを果たしたハンク・アーロンやベーブ・ルースを思い浮かべます。
And next year, when our museum is complete at our North American headquarters in Plano, Texas, we plan to have a section that highlights all of Toyota's inductees into the Hall of Fame, including Kiichiro, E.G. Toyota, who was inducted in 1994, and Dr. Toyota, who was inducted in 2007. 分野こそ異なりますが、皆それぞれの専門分野において最高の業績を果たした方々ばかりです。来年完成するプレーノキャンパスのミュージアムには、その一角に自動車電動 の, その展示コーナーを設け、今年電動入りされた喜一郎氏をはじめ、1994年に電動入りされた豊田英二氏、そして2007年に電動入りされた豊田章一郎名誉会長の業績を称えたいと思います。After the ceremony, we received many positive comments about Uchiyama-san's speech, and they really enjoyed the video that you saw, especially Akio playing the role of Kiichiro. They said that it really put a human face on the Toyota company. In fact, Automobile Magazine has asked for copies of the videos, and they're going to write a story about Kiichiro's life, and it's going to be in their magazine as well as their website.授賞式の後、内山田会長のスピーチ、そして今皆さんもご覧になったビデオに多くのお褒めの言葉をいただきました。特に、社長が秋尾喜一郎一人二役を演じたビデオは大いに人気を博しました。そしてこのビデオは本当にそのトヨタのこの人間的な側面が観客に伝わるその良いビデオだったという評判をいただきました。実際オートモビルマガジン誌からはですね、喜一郎のその氏のストーリーを特集とし、そしてそのビデオとともにですね、自らの雑誌そしてウェブサイトに載せたいとね、ビデオのコピーが欲しいとその依頼をされました。 As Uchiyama-san mentioned, he was inducted in by unanimous voteFor his significant contributions to the automobile industry. And now he is among the most significant contributors with the names of Henry Ford, Carl Benz, Walter B. Chrysler, and Ferdinand Porsche.そしてその会長がたった今おっしゃったように喜一郎氏の殿堂入りはその自動車に対する大きな貢献が認められ全員一致で決定されたということです。喜一郎氏は今や自動車産業に多大な貢献を果たした人物の一員としてヘンリー・フォード、カール・ベンツ、ウォルター・P・クライスラー、フェルディナンド・ポルシェらと肩を並べる偉大な存在となられました。 This is truly a very important time for all of us in the Toyota family. ありがとうございます。これはまさに我々トヨタファミリー全員にとって誇りというべき出来事でしょう。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、弊社名誉会長、豊田章一郎より挨拶申し上げます。豊田名誉会長、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介をいただきました、豊田章一郎でございます。先ほど会長の内山田さんから、また専務のジム・レンツさんから、先月19日のアメリカにおけるデトロイトで行われました私の父豊田喜一郎の米国自動車殿堂入りの授賞式につきましてご報告をいただきましたが、私もお話を伺いながら感慨深いものがございました。米国の自動車殿堂には、先ほどもお話が出ましたように、1994年に豊田英二さんが、また2007年に私が入らせていただいておりますが、本年は食器の事業から自動車事業に挑戦した喜一郎の企業家としての創業時の功績が、自動車の国の自動車の母であるアメリカから高く評価されての殿堂入りでございまして、大変光栄なことであり嬉しく思っている次第でございます。父は1920年代に
欧米に出張しましたときに、欧米の自動車産業を視察しまして、産業の裾野の広い自動車に日本の未来の産業の発展の姿を思い描き、日本人の頭と腕による国産乗用車の実現に向けまして取り組みを決意いたしました。しかし大財閥でも自動車は手に負えないと匙を投げたのに、トヨタにできるものかとか、車に手を広げるのは無謀すぎると周囲からはこんな声も聞かれたそうでありますが、父はひるまず挑戦いたしました。先日私は刈谷の今の愛知製鋼となっておりますトヨタ創業機試作工場を訪問いたしました。どっかにあの向こうにある写真です。先日はその建物の中には今は何も置かれておりませんが、展示された写真を拝見しながら室内を見渡しますと、トヨタ自動織機自動車部時代の創業期を支え、喜一郎とともに試作や実験に汗を流された方々が一心不乱に試作に打ち込む活気あふれる声がそこかしこから聞こえてくるような気がいたしました。私の父、その後父は1937年にトヨタ自動車工業を設立いたしましたが、父が目指したものは安くて性能が良く、しかも使い勝手が良く、多くの大衆に受け入れられる乗用車を実現することによりまして、自動車工業を確立するという高い目標でございました。当時日本の工業力や科学技術力は欧米に比べて貧弱でありまして、乗用車に求められる技術、品質、コストなどの実現にはいくつもの高い壁がありました。しかしそれを覚悟で実現するシナリオを描き、独創性を発揮することとともに、販売店さんや指令作さんをと一体となって挑戦しております。例えば自動車の価格につきましては、お客様つまり市場で決まるとの考えのもとに、中間在庫を持たず必要な時に必要なものを必要なだけ、すなわちジャストインタイムの生産方式を自ら考え、本社工場で試行しております。父はまた作るよりも売る方が難しいと考えておりましたので、販売店さんのご意見は貴重なものとして謙虚に耳を傾け、技術者は決して言い訳をせず率直に受け入れ、すぐ対処しなさいといつも言っておられました。父の部下の方から伺いました。また取引先さんとは一度お取引をお願いしたら分工場と位置づけて取り組んでおります。生前父は自分は食器の技術では世界の誰にも負けない自信がある、しかし自動車については何もやらなかった、みんな部下とか仲間がやってくれたと言っておりました。その言葉には、自動車産業は一人でできるものではない、多くの仲間が結集して汗を流してもらったからだという感謝の気持ちが込められていたということだと思います。父は戦後志半ばで倒れまして、
父が目指した本格的な大衆乗用車の実現を見ることはできませんでしたが、その夢と志は父と夢を共有した部下の方々に受け継がれ、1955年にクラウンとして実現いたしました。その後今日まで私ども発展の原動力となってきましたのは、現地現物、価格は市場で決まる、絶えざる原価低減努力、品質は工程で作り込む、イノベーションへの挑戦と、そしてこれらを担う人材の育成であります。これらはいずれも創業期から喜一郎が車作りで取り組んできました考え方、姿勢そのものでありまして、喜一郎はトヨタ自動車やトヨタグループに今日まで生き続けております。ご承知の通り、現在は私ども自動車産業は100年に一度とも言われる大変革期を迎えております。経営に携わっておられる方々には、変化の潮流をしっかりと把握し、豊田工業にある研究と創造に心をいたし、常に時流に先んずべしの精神を胸に、創業時の喜一郎のように大胆な発想と行動で将来のモビリティ社会を築いていく機会と情熱を持って取り組みを進めていってほしいと思っております。また本日ご出席いただいておりますグループ各社の各世代代表の方々には、自らの力で未来を切り開く覚悟を持って挑戦していただきたいと思います。皆さんとともに頑張ってまいりたいと思います。本日は誠にありがとうございました。続きまして、弊社社長豊田章男より挨拶申し上げます。豊田社長、よろしくお願いいたします。ご出席の皆様、本日はお忙しい中、また酷暑の中、記念式典にお越しくださいまして誠にありがとうございました。今回は本来であれば創業の地である愛知製鋼の跡地やトヨタ本館前の喜一郎の胸像にて行うべきだと思いますが、連日の猛暑でございますので、こちらで実施することにいたしました。式典に先立ちまして、名誉会長が愛知製鋼の跡地に、私が喜一郎の胸像に皆様を代表して参ってまいりましたので、ご報告させていただきます。本日の式典は、日本に自動車産業を起こすという挑戦に命を懸けて挑んでくださった豊田喜一郎と847名のトヨタグループの従業員の皆様、販売店様、仕入れ先様、創業期を支えてこられた全ての皆様に対して感謝の気持ちをお伝えする形にさせていただきました。祖父の喜一郎は57歳という若さで亡くなりましたので、私は直接会ったことはございません。先ほど名誉会長がおっしゃってましたように、喜一郎は自動車作りはみんなでやったんだとの思いを強く持っておりましたので、今回の受賞にあっても自動車電動にもみんなで入るのだ、自分は代表して名前があるだけだ、必ずそう言ったのではないかと思っております。本日はせっかくの機会ですので、この場をお借りしまして、先人の方々に対しましても私の思いをお伝えさせていただきます。
豊田喜一郎と創業期を支えてこられた皆様、米国自動車殿堂入り本当におめでとうございます。トヨタ自動車を預かる14代目の社長として、喜一郎の孫として心よりお祝い申し上げます。私は皆様について考えるとき、必ず思うことが2つあります。一つは、皆様のおかげで今のトヨタがあるという感謝の気持ちです。もう一つは、それにもかかわらず皆様は良いところをほとんど見ていないという無念の思いです。それだけに、今回皆様が憧れた米国の地で自動車殿堂入りという形で皆様の努力と挑戦の日々が認められたことを、自分のこと以上に嬉しく思いました。やっと認めていただけた、そのことが本当に嬉しかったのです。この賞は、何も良いところを見ることができなかった喜一郎とその仲間の皆様がいただいた最初の賞です。だからこそ、授賞式には皆様の代表として喜一郎に出席してほしいと思い、私自身が喜一郎に扮し、受賞の喜びを語るビデオ映像を作ったのであります。今、私たちは100年に一度と言われる大変革の時代に突入し、勝つか負けるかではなく、生きるか死ぬかの戦いに身を投じております。こうしたタイミングでの米国自動車殿堂入りは、創業期を支えてこられた皆様から、お前たちも頑張れよ、お天道様は見てるよと言われてるような気がしてなりません。私は今日の式典にあたり、どのような方たちと一緒にお祝いを申し上げるべきか悩みましたが、未来を作っていく若い人たちにも参加してほしいと思い、次世代の代表として55名の方にご出席いただきました。私も含め、本日この場にお集まりいただいている方々は、みんな継承者です。継承者の役割は、先人から受け継いだたすきを次の世代につないでいくことだと思います。喜一郎と創業期を支えてこられた皆様が、日本のため、未来のために、当時は不可能と言われた車作りに挑戦をしてくださったからこそ、今の私たちがあります。そのたすきを受け継いだ私たちが、リスクリスクと言って何も挑戦せずに安全なことだけをしていたのでは、先人たちにも次世代の人たちにも申し訳が立ちません。名誉会長のご挨拶に、今の経営陣には創業時の喜一郎のように大胆な発想と行動で将来のモビリティ社会を築いていく気概と情熱を持ってほしいとのお話がありました。未来のモビリティ社会をもっと楽しく豊かなものにするために、私自身が先頭に立って戦い続けてまいります。自分のためではなく、社会のため、次世代の笑顔のために戦うという創業の原点を、若い人たちにしっかりと継承していくことをお誓いいたします。2018年8月6日、トヨタ自動車株式会社取締役社長、豊田喜一郎。本日、ここにいる私たちは、持ち場、立場こそ違いますが、何を守り、何を変えていくのか、日々の現実の中で悩みながら戦っているという点においては、皆、同じだと思います。現実という壁にぶつかり、何度跳ね返されても挑戦し、最後には乗り越えてみせるということが、たすきを受け継ぐということなのだと思います。皆様、共に戦ってまいりましょう。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。それではこれより献花に移ります。まず最初に豊田名誉会長お願いいたします。続きまして内山田会長お願いいたします。続きまして早川副会長お願いいたします。続きまして豊田社長お願いいたします。続きまして、トヨタ自動車販売店協会森川会長、久常理事長お願いいたします。続きまして、競歩会矢崎会長、英歩会永井会長お願いいたします。以上をもちまして、豊田喜一郎米国自動車殿堂入り記念式典を閉式とさせていただきます。本日はご対応の中、ご出席を賜り、誠にありがとうございました。